軽自動車のカテゴリーでもなく、バイクと車の間っていうところを狙った商品。車屋で鍛えられた技術力を持って、新しい新ジャンルの EV を生み出していこうということで、あのグッドウッドってフェスティバルオブスピードで走ったやつです。で、私は中村さん、またもう一回またデザイン始めたんだって、それ知ったんで始めました。もう全部カーボンボディで、まあ、これ200キロぐらいが出ます、この車。これあの C さんの顔してます。ああ、本当だ。結構広いでしょ。広い広い。空間となっております。うん、それを調整するためにこれ、そうそう。これ本当ですね。これなんかマジックですね。マジックでしょう。だ、実績がないから使えないってこうやってメーカーから拒否されるわけなんですよ。じゃあ自分で作ろうかという。これはまた大きな流れになるような気がします。はい、この次はですね、トロックスというあの仮想メーカー、平塚の仮想メーカーさんのブースに展示しているクロスケというですね、EV をご紹介したいと思います。これあの非常に可愛らしい形をして、名前がクロスケ、なんか真っ黒クロスケ出ておいでというクロスケらしいんですけども、あの開発責任者にお伺いしたいと思います。すいません、あの車のご紹介お願いできますか。はい、超小型 EV 技術研究組合で、設計しておりますクロスケです。